どうも、ネゴラジです。先日のお花見動画にコメントをいただきました。リクエストにお答えして、このような格好となっております。ほらね、こうなると思ったんだよ。全然面白くないし、インパクトもない。サムネにも使えないじゃん。レゴラジくんのコスプレが見たい方はぜひツイッターにて。毎日レゴのカレンダーで遊んでます。コレクションを使ったり、レゴラジくんをコスプレしたりしてます。今日何日だっけ？なんてことはもうなくなりますよ。ちなみにこれ、1年と4ヶ月続けてやっています。ヨウツベと同じくらい続けてますね。すごい。そうだ、これ動画にしよう。ネタが見つかってよかったです。よろしくお願いします。今回はこちら。今、話題沸騰中の熊野プーさんのレゴです。と言っても、こちらはレゴズプロ。1歳半からのレゴですね。赤ちゃん用かよ、と思わないでください。これも大人向けのレゴです。コレクションしている方は多いんです。こちらの Z は10年前に発売されたものですが、一番古いものは2001年リリースになります。今で入手がちょっと難しくなってきましたが、中古ではよく見かけますので価格はそこまで高くないです。今は大人の方が集めていると思いますが、当時は子供向けです。状態のいいものに出会うのは難しいかもしれませんね。レゴラジのように350円で出会うには、やはり何度も足を運ぶ必要があります。これ、新プーさんを買いに行く前に寄ったブックオフで買ったんです。プーさんゲット、と呟いたら、それじゃないよ、と教えていただきました。完成です。それではごゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。ここで豆知識。ズプロは専用の基礎版があります。通常のレゴの基礎板は、基本的には使用できません。でもね、四角の基本ブロックは使えます。なので、うまくやれば遊べます。こちらの Z は2011年リリース。37ピースでミニフィグ3体付きです。現在、Amazon では、見なくていいと思います。箱付き、説明書付きでゲットするのは厳しそうですね。特にズプロの中古はほとんど説明書が欠品しています。まあ、説明書なんていらないんですけどね。とにかく今でも人気なズプロのプーさん。こっちの方が好き、なんて声も結構ありました。楽しいですねー。
あと、ハウス系も人気ですよね。ベッドとお布団なんて、それだけで高値だったりしてますね。ジプロも奥が深い。ということで、今回はジプロのプーさんでした。ご視聴ありがとうございました。